はい、今日は市場で買ってきましたおこぜ1匹900円をさばいていきたいと思います。先ほどまで泳いでいたものを生き締めしていただいて、背骨のこの毒針ですね、これもしっかりと取ってもらってます。で、神経締めをしてもらったので特に血抜きがなく刺身で食べていきたいと思います。はい、ではさばいていきます。感触はかなりですねぷよぷよしててめちゃめちゃ触り心地が気持ちいいような感じです。ちょっとさばいたことないので頑張っていきます。ここは見えてるのでこのままこう落としていきます。サクッといきます。皮がブニブニしてて切りにくいですね。よし、頭もまた食べれるということなので何かにします。で、内臓ですね。では3枚におろしていきます。皮を剥いてみるか。うわ、どうしようかな、これ。ハサミ両方切っちゃって。6つ、絶対ちゃうやんこれ。はい、なんとか3枚におろせましたけど、かなり骨に身がついてしまいましたと。おそらくこれさばき方が違うんでしょうね。これはまたなんかあら汁か何かに入れたいと思います。あとはちょっと頭の処理を、ヒレはさすがにいらないと思うんで取っときます。一応苦玉か、苦玉があって、これは肝なのか。多分色が一緒なんで肝ですかね。で、こっちは捨てます。相手は腹骨を捨てたいと思いますが、腹骨がね、これがですね、多分これになるんだな。通常の魚と全然違うので、このブヨブヨなところ、これを捨てないのでも落とします。骨を入れておきます。さっきめくったこの皮をしっかり取ると。どうしましょう。少なっ。
ぱすごいな。すごいね。もうなんか出てきてんな。うん、塩。砂糖。砂糖。へえ。次が塩。へえ。うわ、ん。なんか。どうか。何？え、母ちゃんの大好きな氷を入れちゃったよ。へー。嫁さんの晩酌の氷を使うと怒られるんでね、皆さん気をつけてください。はい、これをあげてちょっとまあ切って盛り付けると。おかき、おいかきやろ。はい、ではおこぜの刺身ですね。身と皮と肝、皮と肝は湯引きして氷水につけたものになります。では食べていきたいと思います。ありがとうございました。